ーシュ北部、モンゴメリー郡の都市であり、同郡の郡長所在地である。州とナッシュビルの北西約7 0トルに位置する。2010年国勢調査による人口は132,929人であり、メンフィス、ナッシュビル、ノックスビル、チャタヌヨガに次ぐ、州第五の都市である。クラークスビルを中心としたクラークスビル都市圏は、モンゴメリー郡スチュワート郡 クリスチャン軍を呼び、トリッグ軍の四軍にまたがっている。クラークスビルは1785年に設立され、ジョージ・ロジャース・クラークにちなんで名付けられた。クラークは、当時のフロンティアであるテネシーを開拓し、アメリカ独立戦争では、英雄となったものであり、またルイス・クラーク探検隊を指揮したウィリアム・クラークの兄だった。クラークスビルには、 オースティンピー州立大学と新聞社のザリーフ・クロニクルがあり、またアメリカ陸軍の基地であるキャンベルトリデに隣接している。クラークスビル中心街から約10マイルの距離にあるキャンベルトリデには第101空挺師団が駐屯しており、テネシー州とケンタッキー州の宗教にまたがっている。市のあだ名には女王の都市やカンバーランドの女王や 新南部への入り口というものがある。スローガンであるテネシーのトップスポットは2008年4月に新しいブランドとして導入された。クラークスビルとなった地域は1768年にトマス・ハッチンスが測量したのが始まりだった。ハッチンスは川の高校のための目印としてカンバーランド川とレッド川の合流点にある岩の多い崖を レッドペイントヒルと名付けた。1771年から1775年まで、軍の名前のもとになったジョン・モンゴメリーが、カスパーマンスカーと共に、狩猟の旅の間にこの地域を訪れた。同年、リチャード・ヘンダーソンが、オハイオ川とカンバーランド川の間の土地を、チェロキー族インディアンから購入した。代償は、馬と銃及びアルコールだった。この土地について、 クリーク族、小児族及び地下層族など、地元の他の部族が自分たちの縄張りの一部であると主張したため、部族と開拓者の間の紛争を生んだ。1779年、ダニエル・ブーンの荒野の道を通って、ジェームズ・ロバートソンが一軍の開拓者を東テネシーからこの地に導いた。ロバートソンは後に、カンバーランド・ファーネスに製鉄所を作ることになった。 一年後の1780年、ジョン・ド・ネルソンが、一軍の平底船でカンバーランド川を遡り、後にナッシュビルとなるフランスの交易拠点、フレンチリックに向かった。この船が、レッドペイントヒルに差し掛かった時、モーゼス・レンフロー、ジョセフ・レンフロー及びソロモン・ターピンがその家族と共に、別行動を取り、レッド側の方向へ向かった。 この一団は、今日のポートロイヤルに近いパーソンズクリークまで移動し、そこを開拓するために上陸した。しかし、その夏に、インディアンに攻撃を受けて撤退することになった。クラークスビルは、アメリカ独立戦争の間に、ジョージ・ワシントン将軍の下で従軍し、戦後解体された、大陸軍の兵士たちによって一部開拓される、町として指定された。 戦争が終わった時、連邦政府は兵士たちに給与を払うための十分な資金を持っておらず、ノースカロライナ州議会は1790年に宗教より西の土地を連邦の土地特許計画の用地して指定した。クラークスビルの地域は測量が終わり、区画化されていたので、開拓定着が可能な領土として考えられた。この土地は国のために尽くし、 支払いを受ける資格のある兵士への報奨として、その家族ごと定着する土地に使われた。クラークスビルの発展と文化は、市民と軍隊との間に進行する、相互依存によっていた。町の骨格形成は独立戦争の終戦の頃だった。南北戦争の時は、ヘンリートリデの戦いやドネルソントリデの戦いでの、北軍勝利によって、男性人口が激減した。 多くの男性は北軍の捕虜収容所に抑留された。第一次世界大戦でも多くのクラークスビル出身者を失った。第二次世界大戦では後にキャンベルトリデとなるキャンプキャンベルが作られ軍隊との結びつきが強化された。キャンベルトリデを出発した兵士たちはこの基地の形成以降あらゆる作戦に採用された。1784年1月16日。 ジョン・アームストロングがノースカロライナ州議会にジョージ・ロジャース・クラーク将軍にちなみクラークスビルという名の町を創設する容議案を提出した。町が公式に設立される以前から区画は販売された。1785年10月、ロバート・ウィークリー大佐がマーティン・アームストロングとモンゴメリー大佐のためにクラークスビルの町の区分けを行い、 ウィークリーはその任務のための区画を選んだ。彼は、スプリング通りとメインストリートの北東角、第20番区画を選んだ。街は140区画と44の非販売区画から、なる20の外区で構成された。当初の庁舎は、フロント通りと2番通りの間の、フランクリーン通り北側にある、第93区画に置かれた。共同遊水は、 スプリング通りとコマース通りの北東角第74区画にあった。ウィークリーは1786年2月に最初の小屋を建て、2月あるいは3月頃にモンゴメリー大佐が到着して小屋を建てさせたのが2番目の家屋になった。ジェームズ・サンダースによる公式測量に従って1785年12月29日、クラークスビルは ノースカロライナ州議会によって設立された。この地域で設立された二つ目の町だった。アームストロングは洪水に対する備えから、町をカンバーランド側を見下ろす丘に配置した。町は4エーカーの正方形12区画によって構成されていた。東西に走る主要通りは、北からジェファーソン、ワシントン、フランクリン、メイン、コマースと名付けられた。 南北に走る通りは、川のある東から、ウォーター、スプリング、第1、第2及び、第3と名付けられた。この地域のタバコ交易が、年々成長し、1789年には、モンゴメリーとマーティン・アームストロングが、クラークスビルを、タバコの検査場所に指定するよう議会に働きかけた。1790年、 アイザック・ロー・ピーターソンが中心街のすぐ北東にあるダンバー警部の所有権を主張した。1796年6月1日にテネシーがアメリカ合衆国の州に昇格した時、クラークスビルとその東側の地域はテネシー軍と呼ばれた。後にテネシー軍は現在のモンゴメリー軍とロバートソン軍に分かれ、この地域を開拓のために開いた男たちにちなんで、 名付けられた。クラークスビル博物館、文化センター、1898年建設19世紀に入った頃にクラークスビルは急速に成長した。1806年までに教育施設を作る必要性を認識し、この年、ルーラルアカデミーが設立された。これが後にマウントプレザントアカデミーに変わった。1819年までに街にはパン屋や 銀細工士などの店舗が20にあった。1820年には、蒸気船がカンバーランド川高校をはじめ、金物、コーヒー、砂糖、繊維製品及びガラスを運んできた。町からは、小麦粉、タバコ、綿花及びトウモロコシを、ミシシッピ川沿いのニューオーリンズや、オハイオ川沿いのピッツバーグに向けて出荷した。陸路に関しても4本の主要な砂利道が完成して、 交易が成長した。陸路の2本は、ナッシュビルに向かうものであり、1本は、渡し船でレッド側を渡すケンタッキー道路と呼ばれ、もう1本は、ラッセルビル道路と呼ばれた。1829年、レッド側を越えて、ニュープロビデンスとをつなぐ、最初の橋が架けられた。その9年後、クラークスビル、ホプキンスビルターンパイクが建設された。1855年、 クラークスビルに姿勢が敷かれた。1859年10月1日、メンフィス・クラークスビルルイビル鉄道として鉄道が町に入ってきた。この鉄道は後にパリスやケンタッキー州のガスリーで他の鉄道と接続された。南北戦争が始まる時までにクラークスビルと軍部の合計人口は2万人となっていた。この地域では奴隷制が行われており、 黒人がタバコ畑で働いていた。1861年、クラークスビル氏とモンゴメリー軍の双方は、投票により全会一致で南軍に加わることを決めた。アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスの生誕地が近いことで、アメリカ連合国に強い結びつきがあったが、南北両軍ともにこの都市を戦略的に重要な場所と見ていた。 南軍のアルバート・ジョンストン将軍は陸路による攻撃を予測してクラークスビル周辺に防御線を敷いた。しかし北軍はカンバーランド側を下って軍隊と砲艦を送り、1862年にはドネルソン取りでヘンリー取りで及びクラークスビルを占領した。1862年から1865年までこの町は何度か味方する軍を変えたが、 北軍が支配を続けた。解放された多くの元奴隷がクラークスビルに集まり、北軍に入隊して黒人ばかりの連隊を結成した。残っているものは川岸の掘った手小屋に住んだ。戦後はレコンストラクションを経験し、1872年には当時の鉄道がルイビルナッシュビル鉄道に買収された。 町は1878年まで成長を続けたが、この年の大化で、中心外の事業地区15エーカーを焼き、当時の視聴者や、その他多くの歴史的建造物が破壊された。この火事は、フランクリン通りの店舗が出荷場と考えられた。この大化後町は再建され、20世紀には新たなスタートを切った。町に、初めて自動車が入ってきたのが、 この時期であり、大きな興奮を呼んだ。1999年の竜巻で破壊された、建物の唯一残った壁に描かれた、壁画別の形の娯楽が、間もなく訪れた。1913年、クラークスビルでは、初めての映画館である、リリアン劇場が、ジョセフ・ゴールドバーグによってフランクリン通りにオープンした。客席は500以上あった。 二年足らず後の1915年、この劇場が焼け落ちたが、その年遅くに再建された。第一次世界大戦がヨーロッパ大陸で激しくなると、地元から多くの志願兵が出発し、米英戦争、米北戦争など、以前の戦争の時にテネシー州に与えられたあだ名である志願兵の州を再確認することになった。 この機関女性参政権も大きな問題となりクラークスビルの女性たちは戦いに出ている夫や父親に頼らずに銀行と取引を行う必要があった。これに対応して1919 19年にフランク・ジェ・ラニアンプ人によって最初のテネシー女性銀行が設立された。1920年代はさらに町が成長した。 交通面では1922年にクラークスビルとホプキンスビルの間にバス路線が開設された。1927年にオースティンピー市販学校が創設され、これが後のオースティンピー州立大学になった。1928年、客席数600のマジェスティック劇場と同900席のキャピトル劇場が開館した。地元の飛行士である。 ジョン・アウトローは1929年にアウトロー飛行場を作った。クラークスビル市にとって最も大きな変化は1942年にキャンプ・キャンベルの建設が始まったことだった。新しい陸軍基地は市の北西10マイルにあり2万3000人の兵士を収容できたので即座にクラークスビルの人口と経済を爆発させた。最近の数十年間で ニュープロビデンスとセントベスレヘムの街を合併して、クラークスビルの大きさは2倍になり、人口も増加した。セントベスレヘム北に、週刊高速道路24号線が作られたことで、開発の主要地域となり、アメリカ国道79号線に沿った、成長の大半は、小売店によるものだった。1954年、マディソン通り沿いにクラークスビル記念病院が、 建設された。中心街のリリアン劇場は、ロキシー劇場と改名され、今日でも、毎週劇や芸能を上演している。ロキシー劇場は、多くの写真撮影、映画、ドキュメンタリー、音楽ビデオおよびテレビコマーシャルの背景として、使われてきた。最も有名なのが、シェリル・クロウが、グラミー賞を獲得した歌、オール・アイ・ワナ・ドゥであり、 ロキシー劇場の前で撮影された。1999年1月22日朝、クラークスビル中心街は、藤田スケール3の竜巻に襲われ、軍庁舎をはじめ多くの建物が破壊された。この竜巻は幅880ヤードにわたって、総延長4.3マイルも進行し、セントベスレヘムにまで達した。この時死者や重傷者は出なかった。その後、 クラークスビルは復興を遂げ、損害の多くが復旧されたことは、死が復興する力の象徴となった。フランクリン通りのあるビルが建っていたところでは、残された壁の一面にクラークスビルの歴史的建物を描いた大きな壁画が制作された。クラークスビルには、州内でも最古の銀行である年設立の銀行があり、現在では、 アムサウス銀行となっている。また1808年に発刊された、周西湖の新聞、ザリーフ・クロニクル。1919年に、女性だけの手で創設され運営された世界でも、唯一の銀行である、テネシー女性銀行がある。モンゴメリー軍庁舎初代軍庁舎は1796年に、ジェームズ・アダムズによって、丸太を組み合わせて建設された。 現在リバーサイドドライブとワシントン通りの角となっているところに川岸近く建てられた。その後1805年の第2代、さらにヘンリースモールが提供した土地に第3代目の軍庁舎が建設された。4代目は1811年に建設され、初めてレンガ造りとなった。マーティン・アームストロングが寄贈した土地である公共広場の東半分に建てられた。 1843年、5代目の軍庁舎は、フランクリーン通りに建てられた。これは1878年の大化まで存在した。6代目かつ現在の庁舎は1879年5月16日に、礎石が置かれ、2番通りと3番通りの間に、建設された。この建物は、インディアナポリスのジョージ・ W ・バンティングが設計した。その5年後に、 中心街を襲った竜巻によって、庁舎の屋根が損傷した。これは修復された。1900年3月12日、庁舎はサイド火事に見舞われ、上部街が破壊され、時計塔が倒れた。多くの市民は、庁舎が倒壊して安全なものに置き換えられることを望んだが、判事は取り壊しを拒み修復させた。 この庁舎は1999年1月22日の竜巻で再度破壊された。住民は新しい庁舎を建設する原積もりだったが、最終的には全体が改修された。この災害から丸4年経った日に庁舎は再度除幕された。当初の庁舎や広場の再生に加えて、新たにその北側にコートセンターが建設された。クラークスビルは、 北緯36度31分47秒整形87度21分33秒北緯36.52972度整形87.35917度36.52972-87.35917に位置する標高は382フィートであるこの標高はカンバーランド川東岸に沿って走るリバーサイドドライブの一部のものだが 町の大半はそれより高い位置にある。クラークスビルの市民空港であるアウトロー飛行場は標高550フィートとされている。トポ USA の地図ソフトによれば町の広場は標高475フィート、群長車は同509フィートとなっている。メディカルコートに近いメモリアルドライブ北側には標高598フィートの地点がある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は95.5平方マイル、この内陸地は94.9平方マイル、水面は0.7平方マイルで、水域率は0.71%である。クラークスビルは、ナッシュビル盆地を取り囲むハイランドリムの北西円にあり、ナッシュビルからは北西に45マイルである。クラークスビルは、 カンバーランド川とレッド川の合流点近く、カンバーランド川沿いに設立された。カンバーランド川は、クラークスビルの南東40マイルほどのナッシュビルから流れ降りてくる。クラークスビルの設立当初からカンバーランド川は商業的生命線だった。最初は、平底船、1802年代からは、蒸気船が、メインかオート麦。 大豆及びタバコをオハイオ川下流のピッツバーグまで運んだ。さらにオハイオ川からミシシッピ川を下ってニューオーリンズまで運ばれるものが多かった。ダークファイア及びバレー種の葉タバコが地域で生産され、ヨーロッパのタバコバイヤーによって特に無塩製品に使われるタイプ22のタバコであるダークファイア種では世界最大の市場になった。19世紀には あらゆるタバコの中で最もニコチンの含有量が多い種と考えられた。クラークスビルの北西には第101空挺師団の本拠地であるキャンベル、トリデ軍保有地がある。クラークスビルの経済はキャンベルトリデの存在に追うところが大きい。キャンベルトリデの大半はテネシー州内のモンゴメリー軍とスチュワート軍に一致している。管轄する郵便局が ケンタッキー州内にあるので、ケンタッキー州の住所が当てられている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オースティンピー州立大学クラークスビル、モンゴメリー郡教育学区が、高校6校、中学6校、小学校18校及び、合計30の公立学校を運営し、約3万人の児童生徒が通っている。 また幼稚園生から5年生までのマグネットスクール1校がある。クラークスビル、モンゴメリー郡教育学区の公立高校私立高校、クラークスビルの主要雇用主企業は以下の通り。クラークスビル市民はナッシュビル国際空港の商業便を利用できるが、中心街の北10マイルにアウトロー飛行場という小さな空港がある。この空港は、 年間4万回近い民間機の発着があり、パイロットの訓練学校や小さな航空会社がある。滑走路は、長さ6000フィート、幅100フィートのもの1本と、長さ4 0 0フィート、幅100フィートのもの1本、合計2本ある。2004年6月版マネー市では、今後10年間に創造的職種のものを引き付ける、人口25万人以下の都市、 上位5位の一つにクラークスビルをランク付けた。その他にもいくつか下記のような良い評価を得てきた。次の著名人は、クラークスビルで生まれたか住んだことがある。ありがとうございます。